はい、どうも、ひとしです。はい。車のスピードの中にある、それは夕暮れ、ほとりとしたまだ香る椿の恋やかの中にある、それはかつて生まれたばかりの君を抱いた父のプライドの中にある、それはいつか乗りつけると信じてた約束の場所の裏通りにある、手に取りサウナ見たこともない、生きるヒント探すために歌う No No Luck。 それはあの日待ち合わせした街角で口ずさんだメロディーの中にある、それはさっきふと見た君の横顔に初めて浮かぶ影の中にある、それは昔力でねじ伏せられた男が見上げた空の中にある、それは遥か彼方に人が描いてた希望の祖国の設計図にある、手に取れそうで見たこともない、生きるヒント探すために歌う Love on the Rock。 それは朝高層ビルのてっぺんを最初に照らす光の中にある、それは夕べベッドで何度も結んだ二つの体の熱の中にある、それは明日誰かが犯す罪に課せられる判決の中にある、それは今何かにせがされた仕上がり歩き出した道の傍らにある、何が足りない、いつも足りない、もどかしい、確かにあるのに手に取れそうで見たこともない、生きるヒント探すために歌う Love on the Rock Rock Rock。俺が、今日一緒にジョイントをして、くれる篠原太郎君、はね、去年の9月の21日、ネキッドゾンビズっていう、イベントでね、初めて、ジョイント一緒に、踊を行ったんだけども、実はね、彼と会ったのはもう30年前、その時のイベントでもちょっと話したんだね。マージービートもすげえかっこいいバンドがいるって言うんでね、見に行ったんだよね、ダンに、ブレイカーズってバンドね、篠原君と、バシバシがやってたバンド、すごいこう、なんていうのかな、その才能のあるフロントマン2人がいる素晴らしいバンドだなと思って、将来楽しみだなーなんて思ってて、でもね、そういう音楽的なことよりも一等最初にね、パッと見てフロントの2人の顔が濃いなっていうのが、ね、最初の印象だったんで、こんなこいつらなんかこう2人揃っていい男っていうのは非常になんか釈然としない感じがしたんで、
まあ顔の濃さなら俺も負けねえぞとは思ったもんね。そういうことじゃない、そこで勝負して通すんだから、ね、そこじゃないんだよね。でまあ30年経ってね、こうやって篠原君と再会して、一緒に音楽を奏でるってすごいハッピーなんでね、本当に嬉しいね。次の歌はね、その、ブレイカーズの、真島君が、作った曲、俺がセカンドアルバムでね、この歌をカバーしたんだよね、煙突のある街。その後彼も、真島君もこの曲を、アルバムでレコーディングしたし、ミスター・チルドレンがねこの曲をカバーしたりとか、その時もね、煙突のある街。憂鬱な気分になるぜ。薄曇りの空の下に煙突が突き刺さってる。赤と白のストライプで彩られたあの煙突、灰色の工場の壁、スモークを吐き出しながら、この街を流れる川は耐えきれない匂いがする。この街を流れる川は耐えきれない匂いがする。工場のベルの合図でこの街は動き始める。あんまり言いたくないけど俺もそこで働いてる。工場の機械の音が俺から耳を奪い取る。殺す場所さ、自分を殺す場所さ。この街を流れる川は耐えきれない匂いがする。この街を流れる川は耐えきれない匂いがする。間のストライキで俺は前歯を失った。どごとしの騒ぎの中、要求は削り取られて、組合幹部のやつらはうまいこと立ち回ってる。下の方の俺たちだけいつでも傷を負わされて。この街を流れる川は耐えきれない匂いがする。この街を流れる川は耐えきれない匂いがする。空はもう見えない、白い鳩はもう飛ばない。隣の部屋の学生も一晩中咳をしてる。煙突の悪この街で俺たちは訴えられた。責任逃れはできない、俺たちどこへも行けない。この街を流れる川は耐えきれない匂いがする。この街を流れる川は耐えきれない匂いがする。この街を流れる川は耐えきれない匂いがする。
気分はスモークの彼方、今にも消えかかりそうさ。気分になるさ。手下どもを振り切ってあいつの影から逃げ出した。ここではいつもこんな調子だ。歩けるだけまだ運がいい。昨日と今日じゃみんな裏返し、こんなはずじゃなかったんだ。 Escape 追われてるのは誰？ Escape 追いかけるのは誰？ Escape 振り出しに戻った。一体俺は誰なんだい？ここで誰かと触れ合うためには殴りかかるしか問わないさ。だからあいつに言ってやったんだ。あんたのダンスはなっちゃいねえ。考え込んでしまったら自分のやり口にも飽きしまう。俺の夢は鉄でできてるのさ。その上半分錆びてる。 Escape 生まれてるのは誰？ Escape 追いかけるのは誰？Escape 振り出しに戻った。一体俺は誰なんだい？運動に映る俺の顔はまるで情けないチンピラだ。確かに俺は望んでた。いつかこうなることも分かってた。最後に逃げ込んだ袋小路、首筋に冷たい風終わり。振り抜くとそこには左手にナイフを構えた俺がいた。 Escape 追われてるのは誰？ Escape 追いかけるのは誰？ Escape 振り出しに戻った。一体俺は誰なんだい？今朝ね、起きて、コーヒー飲みながら、ニュースサイトを見てたら、詩人の窓の一郎さんがお亡くなりになったというニュースが入ってた。窓の一郎さんという名前を知らなくても、子供の頃にゾウさんも歌ったことあるよね。八木さん郵便とかね、不思議なポケットとか、ポケットを叩くとどんどんビスケットが増幅するということだね。そんなわけねえだろうと思いながら子供の頃歌ってた気がするね。この辺の歌はね、多分もう日本のスタンダードナンバーなんだろうね。ここの店長の蒲田の娘もきっと歌ったでしょうね。さんからお手紙ついた。白ヤギさんただ読まずに食べた。
仕方がないからお手紙書いた。さっきの手紙のご用紙なに。白ヤギさんからお手紙ついた。黒ヤギさんたら読まずに食べた。仕方がないからお手紙書いた。さっきの手紙のご用事なに。あなたの弟子は私がついてきます朝から大阪へ向かうために僕は新幹線に乗っているところ外は雨で夢を見てて思い出すこともなかったあの頃懐かしい友達の顔が笑って僕もその中で笑って時代はゴーゴーと過ぎ何かがガラガラと崩れ僕らは風の音に耳を澄ましてた。ケンジはいつもニコルソン気取り誠はギャランで三度目のメンテイ幸子の恋人はテニスのチャンピオンそして僕はギターを抱いてた。世間のガードレールに並んで腰掛けて通り過ぎる日々をただぼんやりと眺めてた。僕らは偉大な例外になるつもりだったんだ。いつも汚れたバスケットシューズを履いて抱きしめ合ったり殴り合ったり熱くなったり冷めたりしながら同じことに頭に来て一緒に山宿りした。二度とキャンパスに戻るつもりはなかった。鍵だけ持っててドアの割りかを知らず問題は少ししかなく答えは一つもなかった。恋をむさぼり擦り傷程度の絶望にうなされそして夢夢夢夢だけで生きてた。社会に放り出されるまでの執行猶予の毎日でっかくて単純な野心とか未来とかに映すを逃して季節が変わるたびにそのかけらをポトンポトンポトン落っことしていた。身を見まねじゃ大人になれなくてこんな暮らしがいつまでも続くはずがないと互いの笑顔の奥を覗き込んだ。いつも汚れたバスケットシューズで走った目が覚めると大阪の街だった。その真っ青僕はあくびを一つ。なんでこんな夢見ちゃったんだろうな。柄でもねえやと一人で笑う。あいつらと別れてからは勝ったり負けたりの毎日あいつらも打ったり勝ったりの毎日を送ってるようだ。今さら互いを思いやったりなんかしないけど今も夢夢夢夢確かに信じてる。髪の毛だけはニコルソンの剣士誠はでっかい会社をぶっ立てた。
幸子は一人で花屋をやってる。そして僕はまあ相変わらずだ。振り返るには遠すぎる、懐かしむには早すぎる、悲しむには天気が良すぎる。いつも汚れたバスケットシューズを履いてた。
それじゃあ、一曲、篠原太郎さんと一緒にやろうかな。篠原太郎、どうも。もう楽しくてしょうがないですどうだ、恋だろう。うわもう恋を通り越してくどい嫌だまあ覚えやすくていいんじゃないですかね。ね、人生得した気がしてます。くどくて。ただね、あのインド料理屋の前とか行くと無言でうなずかれてこういうポーズよくされるんですよ。これで、いやってこうやるとやめっていうことをねやられるんですよ。なのでインド人系か。割とそっちみたいですよ。で、あのインド料理のお店に入ったらなんか、あなたはインドの俳優に似てるって言われたことがどの人だか分かんないけど、まあまあね、こうなんとなく分かるんですね。なあ、みんなまあ、喜んどこうかなと思って。あ、いるわいますか。すげえ今思い当たったわ。分かりますか。あのそんなこと、そんな話膨らましてどうする。やりますか。やりますか。これはあの去年あの初めて一緒のステージに出た時に、一緒に披露した曲なんでね、タラの歌という曲です。妻は花の上に
た窓辺のベッドで眠る赤ちゃんの傍らにそっと花は飾られた花は歌う小さな声で笑って触ってと すごいシンプルな、タンポポの、花がゆっくりこう静かに流れるっていうすごいシンプルなものなんだけど、これは YouTube に、ね、アップしてるのでぜひ見てほしいな。この、ビデオクリップにはいろんな国の言葉に、歌詞を翻訳した、テイクがいくつもあってね、英語とかフランス語、スペイン語、イタリア語、インドネシア語、韓国語、中国語かな、いろんな言葉に、翻訳した、でテロップを入れた、ビデオクリップたくさん、いろんなバージョンがあるので、ぜひ見てほしいと思う。俺はいろんなところで最近もこうライブやっててね、この子の店長の鎌田裕之とはいわゆる歌旅っていうシリーズで本当にこうあちこちこう全国ツアーを回ったんだよね。で最近その歌旅シリーズのちょっとあの別バージョンっていうのか、その歌旅漫画編という感じで、その俺と鎌田裕之とそしてもう一人近藤智弘っていう3人がそれぞれ先輩シンガーの高橋健を連れて引率して引率して回るという高橋健介護ツアーというこの度鎌田が九州3県回ってきたんだよね。で俺は、が来月かな、静岡と、愛知2カ所、3カ所もあるんだよね。でその後、近藤くんが東北の方もあるっていうことらしいからね。本当にね、あいつは疲れない男で、おやまあ、どこ行くんだよ、俺も連れてってくるよみたいなやつも、もう先輩に何を言ってるんだよそんな暑さもあるんですね。お近くの人はぜひ。輝いている
忘れないでね、感じることや見上げることを離さないでね、君が掴んだ西のたもとを。明日の朝目覚めたら登ってゆく君のその背中押してあげる。だから君お眠りよ、素敵な夢を見て星屑の中に浮かぶ虹のたもとで、スリーという形で、まあ、その古い友達の吉見ということでマンスリーでやってるんだけども、毎回そのいろんな人とのジョイントライブ、今日もそうだけどね、いろんな人との出会いを、ここで、演出して、ここで毎回いろんな人とライブやりたいなと思ってるんだよね。だから毎月やってるから、来月は3月の15日、三浦久志さんっていうね方とご一緒するんだよね。室久さんっていう人は、ブルース・スプリングスティーンとかボブ・ディランの、歌詞の翻訳をされている方であり、現役のシンガーでもある、非常にその深い、深いいい声をされた方だね。ついこの間ブルース・スプリングスティーンのハイ・ホープスっていうアルバムが出たじゃん、あれの、訳詞と、それからライナー・ノーツも担当されてるんだよね。ブルース・スプリングスティーンとは、友達ということなので、これ前回も言いましたが、俺の友達の友達が、ブルース。それからまあいろんなところ回るんだけど、まあざっくり端折って、今度4月の25日、ここでね、あの元 CCB の関口誠さんとジョイントライブやるんだよ。CCB 知ってる？ロマンティックが止まらないせいか知らない？そうすぎこんだろ。ね、昔俺 CCB とはね、あの学園祭で一緒に同じステージ出たことある、ね。本当だよ。あの俺らが出てたらね、お客さんが全員女子だったって、ね、でみんなポカーンって私が俺を見てるというね、非常に、辛いライブだった、ね。その後ね、あの関口さんの、 あのラジオの番組呼んでくれたりとかね、そういうこともあったし、まあ、あの知らない中ではないというね。どういう感じになるかすごい楽しみだね。それからまたざっくり走りますが、鎌田博之と、5月の9日、吉祥寺のマンダラ2で一緒にライブやるんだよ。ジョイントライブだね。鎌田は確か丸山天使君と一緒にやるのかね。で、俺も、せっかくだからということで、俺の最近よく一緒にやってるそのギタリストの、若いギタリストマーシーと声をかけて、マーシーとやるのはすごい久しぶりなんだね。だから4人で、マンダラ2でやるんで、ぜひ、遊びに来てね。マンダラ2、ここよりもステージも広いし、
と食事も充実してるしお酒の種類もいっぱいあるしさっき酒はこっちは安いおマジですか安いのなるほどね、さっきあのメニュー見たら、フードメニューチキンラーメンみたいななんだよそれちょっとうまそうじゃねえかよそれじゃあ最後に行こう。街路地に止まって死にかけた渡り鳥の声を暗黒の呼ぶ声と間違え振り返ったこともある。俺はこの街で暮らしながらゴーストのように孤独を羽織り悪夢のような現実に怯え甘い夢に溺れてる。血眼の剣すれ違う視線耳打ちされる噂正しいやつばかりが明かすとは限らないこの街で誰かが叫んで悲しみを隠し誰かは笑いで虚しさを忘れそして誰もが見上げ続ける失った心探しながら Heart attack 消えそうだ My heartSo down my heart Heart attack Me and I Your heart してほしい見つめてほしい抱きしめてほしい憎んでほしい恨んでほしい傷つけてほしい通りの真ん中で耳をかすめたささやきはすぐにざわめきに紛れそして笑い声やクエクションの音がいつもの街を演じてる Heart attack 消えそうだ My heart Heart attack Me and I Your heartSo down my heart Heart attack Me and I Your heart Heart attack Kill your soul down my heart Heart attack It cannot hide itShe is so down my heart Heart attack Me and I Your heart ありがとう。
割と実際に履けるんですが、面倒なのでここからアンコールです。シュアタロウ、ドキドキタイムが始まる。前に、ビートのね、詩のイベントの時も小山さんに無茶振りして、前日ぐらいに一部歌詞作って歌ってくださいとかね、そういうこと言ったんですけど、今回はちょっと前倒して、5日ぐらい前にこの曲途中交代して歌ってください。青文字のところを歌ってくださいって、すげえはっきりとしたメールが届いたので、おめでとうございますよ。そうですよね、このなんて言ったらいいですか、長い曲なんですけど、本当にこれ小山さんと一緒に歌いたいなと思ったので、これはあれもうだいぶ前から歌い、そうですね、もう結構前から温め続けて、温めるやり続けて、いやですね、もういつか大ブレイクの予感なんですけど、自分ではまあそれは置いといて、これいい曲だ。あ、ちゃんとリバーブが。そうですね、この。曲の説明は置いといて、小山さんとさっき言ってたのは、俺東京出身とかそういうねところが見え隠れする曲なんですけど、そう、まあそこが小山さんにとってはなんかムカつく。らしいです。東京の風景を歌詞にできるやつがムカつく。九州にも米軍とかあるじゃないですか。話はね、それは博多の話だよ ね、俺の生まれた熊本には何もないんだよ、自衛隊の駐屯地しかねえんだよ、微妙でしたね。よし、ではもういい感じでやってみたいと思います。あの場所にいた友達、
砂浜に散らばるガラスの破片とかに、その光はいつも鈍く反射してただろう。全ては変わらずにそこにあるものだと思う。
告知などありましたか。そうだ、じゃあ宣伝だとかさせてもらっちゃいます。先ほど言ってた大音量広域難聴版とかですね3月の8日に、荻窪のクラブドクターでワンマンのライブやりますね。もろもろの手違いがありまして、告知が相当遅れています皆さんのご協力をお願いしますTwitter だの Facebook なのでもう巻きまくってください。この情報よろしくお願いします。ひとえに私 の、 不手際なんですが、更新したつもりのホームページの確認を怠ったのために、相当遅れています。ですがまあそこはそれ、もうブリックストーンというバンドはですね、まあそれなりにいろんなことをやってきてますが、今回はマジヤバいっすよろしくお願いしますそんな遅れすぎです。遅れすぎです。じゃあ次の曲行こう。
ハムさ、隠れるとこ作って。物は形式美ですから。しゃがめばいい。しゃがむのかよ。なんかやっちゃう。リバーブってる。いらないかと思われます。じゃあ本曲、篠原太郎の歌を、この曲も結構長くやってる。これも割と温めてますね。なんだろう、俺この曲最後にやるつもりで全然選んでないんですけど、いや、でも俺大好きだよ。小山さんがこんな曲を一緒に歌ってくれるっていうのがとても嬉しくて、もう受け狙いで選んだんですけど、この曲は、マシュマロっていうのを、まあですね、そこは。いやいや、俺この曲は好きだよ。そうですか。この歌詞の中に何のメッセージも込めてないと思いますけど。そうなんです、そこがいいとこです。俺たちの時代って何かこうメッセージを込めようとするんだよ。昔はそうじゃなかったんだよ。60年代のポップスは何も込めてなかったんだよ。それでよかったんだよ。そんな曲なんだよ、だから。そうです、その曲を、この濃い顔の2人でやろうという。濃い顔のマシュマロだぜ。コンセプトです。マシュマロの燻製かなんかかもしれない。溶けるわ。おもろい、それおもろい。まあなわけで、じゃあ行ってますか。ラストワンじゃん。ワン、ツー、スリー、フォー。エイ、マシュマロ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 、マッシュマロマロ、プリプリのほっぺたにカプッと行きたい。マッシュマロ、プリプリの耳たぶにカプッと行きたい。マッシュマロ、柔らかいとこならどこでも。マッシュマロマロ、マッシュマロ、マ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 シュマロマロ。君は甘くて柔らかいもんでできてる。マシュマロ、マシュマロ、虫歯になっちゃっても。マシュマロマロ、マシュ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 マロマロ。Thank you.